c g s 動画の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本経済番外編ということで、悪中論、常念先生とともにお送りしていきたいと思います。常念先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。 前前回からですね。マグチュロン含めておりますけど前回剣道長崎ね前回ねカッパラしていただきました。あの市内持って変なメイクしてたねおっさんです。落ち武者みたいなおっさんでしたけどね。はいはい今回は誰でしたっけ？え今回はそうその筋でいくんですか？あいやいや違います。もう今この本の中身沿ってお話前回チャイナショックということで、はい今度は政治闘争としての経済政策ということで、はい。 経済政策というものはチャイナにあるかどうかという問題ですが基本的には政治闘争のアウトプットとして経済政策らしきものがあるだけで別にそんな経済政策なんて大してないぜということとですねはいえこの本を見ると毛沢東の時代からいろいろ政策が政治闘争として行われていそう毛沢東というのはとにかくものすごいチャイナ的な意味でいうところの権力者としての適性をすごく持っているんですよね。 で彼はやっぱり、あのー、今のまあ習近平は毛沢東の真似してるんですけど自分を国家主席にしてくれた人たちいるじゃないですか、はい、その中で一番その貢献した人を最初にぶっ殺す、うん、これは基本です。はい、はい 毛沢東は孝っというね、はい、あの満州地域にいたまあ軍閥なんですけど、うん、こいつを最初にぶっ殺しました、はい、しかもなんか、ね、何十人かで取り囲んでずっとこう自己批判させて、うん、で最後もそのショックで本人が自殺してしまうぐらいのところまで追い込んでやっつけましたね孝行、うんはい、が生きてるとその満州があの、まあ、ソ連のいわゆるこうソ連邦国家ね中央アジアみたいな国になってしまうんじゃないかというそういうまあ疑念から、ねはい、で朝鮮戦争も実はそういう内部闘争から仕掛けられたと。 最初ねモタクとは朝鮮戦争反対だったんですよ。あ、そうだったんです。そうなんです。はい、ところは皇后がやるべきだわーってこう盛り上がったんでなんかやばいと思ってそれで急に方針転換して朝鮮戦争に介入してきたんですね。はい。ということでもうそう,いう戦争の決断すら、はい、あの内部闘争の結果なんですよ。<laughs> いわんや経済政策置いておいやということですね。うんはい、はい。で当初モタク党がね。 あのまあ、やってた経済政策って何かっていうと、まあ、あのかの有名な大躍進政策、ねうん、大躍進はい、はい、おかげでチャイナはね毛沢東様のおかげで今世界第2位の経済大国になったわけですけどな <laughs> <laughs> なってないですね大失敗ですよねはて大衆運動に 経済政策もそれから、まあ、外交政策も軍事政策も,もう全てそのあの大衆運動を使えば何でもうまくいくという,ふうに思っていたんです、はい、でそれはなぜかというとその中華人民共和国を建国,建国した時に、まあ、彼は大衆動員をうまくやったんですよねプロパガンダとか使いながら、うんね、日本軍とは戦わず逃げ回って、はい、で日本軍が武装解除されたら日本軍の武器を奪い,奪いでその武器で介石を攻撃する<奪い> <laughs> もうほとんどソ連軍から強奪に近い形で持っていったんですよね。はい でしかも旧満州地域唯一まともに重工業があったあの地域を占領して、はい、で工場地帯を抑えてと、うん、で日本人もあの、えー、本当だったらまあ、ね、地獄に帰る権利があるのになんか不当に留め置いて技術者だけ勝手に引っこ抜いて、はい、そいつらにこう仕事をさせると旧日本陸軍の人とか、まああのね、みんな引き抜いてで航空隊作らせたりとか、ねはいはい、してますよね、うん、でその人たちが中期連というところに入ってで帰ってきた時にとんでもないプロパガンダをやるわけですよ。あ あのねちなみに通過事件で日本人虐殺の引き金を引いたと言われている前田なんとかっていうやつがいるんですけど、はい、こいつ中期連ですよね。は<ぁ>はい、でずっとそのなんかあの,あの時日本軍が抵抗しなければ我々虐殺に合わなかったみたいな嘘を、はい、まを宣伝して待ってるやつですけど、うんはい、まあまあそんな感じでもうむちゃくちゃやるんですよ、まあ、とにかく彼ら奪ってきて、はい、で要はその地主から取り上げてええ、まあ、いわゆるこう、えーそのまあ、貧乏人に配るという、まあ、そういう政策の延長で、まあ、考えるわけです。 なので、まあ、大衆動員すれば何でもうまくいくだろうということで、はい、えまずはその、まあ、大衆をです、ねえー、農業に動員するとか、うん、えそれからまあ鉄鋼業に動員するとかっていうのはむちゃくちゃなことを考えますでしかも農業もね信仰密食っていって、はい、とにかく深く掘れた3ーも4メー,ターも掘って <laughs>、はい、で今まで1平方メートルに例えば100株植えてたのを300株植えろとかいうわけです、はい、深く掘ればできると、はいね、革命魂みたいなね竹やりで B29 なんてそんなもんじゃないですもたくとは、はい、革命精神ですから。 やららないとって本当に殺されちゃうわけですかそういうことをやってでその、まあ、自分の幹部とかが「いやちょっと魔王した時これさすがに無理なんですけど」とか言うと「はいおあね、私はそんなのが聞きたくない」と「私は無理なんだよ」という報告をする前にね自分が何をできるか考えるべきだみたいなそ,こそういうことを言うわけですわ、はい、分かりました」とか言って「これ殺されると思ってみんなビビって、はい、で嘘の報告書いて渡す」みたいなことを、うん、まあやってたんですね。はい、で結果何が起こったかというと、まあ、国土をですね、まあ、削りまくって、はい、まあ今のチャイナと同じですよ。ものすごい環境汚染 ね、やっちゃうわけですね、はい、巨大な灌漑事業とか無茶なダムとかいっぱい作るんで、まあ、その川なんかはこうどんどんせき止められて黄河、うん、っていうのは要はその土砂が多いのであれが中すみたいな感じでねこう川底どんどん上がってきてでこう氾濫を起こすんですよ。 でそういう、まあ、いろんなねあのこう自然の改造に伴う不都合がいっぱい出てきて、はいうん、でしかも人々はそのみんなのものだけど俺のものじゃないみたいな状態で働かせるわけですよ、はいうん、ほとんどね強制収容所みたいな感じね,そうですね人民公社っていうのはねなんかこう昔社会の時間ねチャイナは人民公社ってなりましたでしょ、はい、あれは強制収容所なんですよ、うん、端的に言うと、うん、人民公社入る前にみんなもう自分が持ってるもの全部こう政府に供出しなきゃいけないんで、はい、もうやけ食いしたりとかね、うん、もうめちゃくちゃなことやって、はい、で入ると。 で入るともう子どもとも引き離されてでひたすらあそこを作れここを作れって言やらされてサボってるとビシビシぶん殴られてで働きが悪いって言って食料もらえなくて共同食堂っていうのがあってそこでもらうんですよなんかそのクーポン券みたいなで渡してもその通常の量の半分とかぐらいしかもらえなくてもうみんな飢え死にバタバタ飢え死にしていくと,でえっとフランク・ディケーターというですねイギリスの学者が最終的に何人死んだかということを調査するんですねでこれはあのチャイナの東安館という記録を保存しているところが地方レベルの東安館が情報公開したらしいんですよ でそれを後丹念調べて、まあ彼が全部こう合計した数字は最低で4500万人が死んだと。4500万、はい。そうですね。はい、南京大虐殺とか言ってでっち上げの数字言ってますけど、はい、毛沢東の大虐殺はどうなるんだと。うん、お前ら追求する相手違うんじゃないかと。はい、か今度ね南京にね毛沢東記念館ののを作ればいいと思うんですよね。<laughs> 大躍進記念館,、ね、記念館輝かしい大躍進の歴史をね、はい、やったらいいんじゃないかと。うん、まあいうことで、でこれがもうダメだと。 でいうことでもう大躍進終わるんですけど、はい、で、鄧小平とね、まあ、いわゆるあの、えー、と劉少奇かな 2>、はい、の2人が、まあ、いわゆるこうあの実務派と言われてる人が今の改革開放みたいなことをやってちょっとうまくいくんですよ、はい、そしたらこう毛沢東の毛沢東の嫉妬心に、はい、ジェラシーに火をつけてしまって、うん、そこで文化大革命でボワーンって感じで、はい、もう全部もうおじゃんになってしまうんです。うん で、そのおじゃんになった後、まあ、また激烈なこの、その後ね、毛沢東の後継者は誰だという。ま、はい、後め争い。まとめ争いがあり、四人組、過酷法と来て、うん、で、最後鄧小平が勝利すると。鄧小平はい、はもう三回ぐらい失脚させられてるんで、毛沢東。うん、僕、この本で知りました。戦前にも失脚してるんですよ。そうなんですか、ね。戦前ね、あの、なんか、あの、その、えっ、ー、と、政治将校として赴任してた時に、何、うん、かで、ね、負けて、てめえなめんじゃねえって感じ、で一回締められてるんですよ。よはい。はい でその後あの大躍進のねあと、えー、のそのまあいわゆる実務派路線を否定されてそこでもう一回失脚した、はい、で最後はあの天安門ですよね第一次天安門事件ね周恩来が死んだ後に起こった学生でも責任取らされてそこでも失脚してるという,うん、うん、見た目よみがえった男なんですよねすごいですよねだから一時はだから地方で農業やらされたんでしょうそうそうそうでしかもね文化大革命の時にね、はい、お子さんがねあの衛兵にボコボコにされて下半身不随になっちゃったのああそれも書いてある、ね、その介護をしながら、うん、午後はね午前中は強制労働で食うもんなくて吐きながらやってた、はい、ただね殺されなかったんです はい、でそれはね逃げ込んだ場所が良かったあの自分が昔政治将校やってた地域の軍閥がいるところに逃げ込んだんです、うん、でその結果は、まあ、強制労働は見せしめ的にやられるけれども、まあ、死ななかった、うん、でしかも毛沢東は東照宮はすげえ仕事ができるってこと分かってるんで、はい、あいつはまだ使えるから十分に反省させてまた何かで使わせようとひでえ目に合わせたと温情を見せてですねもうひどいんですよ もう本当ナチスドイツもででしょこ、はい、こういういとをやるわけですよね同情研は最終的に天下取って何したかというと毛沢東を全否定しただし表向き毛沢東を全否定すると、はい、やばいってことはまあ彼は知ってたんですね、はい、だ毛沢東様と持ち上げつつもそのまあ経済政策においては全否定して、うん、もう全てを外資に解放すると、はい、労働基準法も何もないしただみたいな労働力があるからみんなおいでおいでって言ってで投資を入れて。 で日本を真似するつ、ね、日本行っても天皇陛下にも昔のこと水に流しましょうと、はい、すいませんでしたみたいなことをやって、はい、あそこまで言うならってことで協力したんですよ。そうで,す、ね、でそしたら、ね、景気よくなってきたこの手のひら返しでしょ。うん、何なんだこいつらはということですねで、まあ、最後に1個キーワード覚えておいてほしいんですけど、はい、東高妖怪っていう言葉なんですよでこれはねちょっと難しい字書くんですけどどういうことかというと実力がねあのつくまでは水面下でじっとしてるんですよ力を蓄えるんです。 ついたと思ったら一気に水面に浮上して相手を叩いて殺すとこれが東光妖怪まさにそういうことです東光妖怪モードというやつですねその妖怪が破れるのは2008年ぐらいですよリーマンショックが起こってヨーロッパ諸国がダメアメリカもダメ日本はもうデフレで全然ダメでしょチャーンって感じで上がってきて尖閣だなんだってこう起こったわけですね非常に分かりやすいんですよ彼らの行のパターンは。 で今その調子に乗りすぎてやってるのがまたこうチャイナショックっていうのが起こるので、はい、また水面下に潜るかもしれない、うん、潜り始める時は結構チャンスかなというふうに思うんですけどね。んかこう日本がそれに対してできるアプローチってあるんですか ま日本が景気良くなっていくことですよね。うん、で、日本と喧嘩をすることは得にならないということを分からせることじゃないんですかね。はいうん、やっぱりあの日本が経済的にね、あのこのデフレで15年間低迷してたって非常にチャイナにとってはこうまあチ,ャね、チャンスだったんですよね。うん、だからそういうこうチャンスだと分からせちゃいけないんですよね。うん、日本とこう争いをやることはあのあんまり得にならないということをむしろ分からせなきゃいけないんですが、うん、ま全然こうまあね民主党政権もその前の自民党政権もまあ、小泉さんの時はいいと良い,い線言ってたんですけど、はい、まちょっと完全には分かってなかったんですよね。うん、はい。まあ、安倍さんも分かってると。 思うんですが、はい、ね、ちょっとこうね、この一年経ってアベノミクスね、増税の影響で。ね、少しマイナスが大きいですから、まあ、そういうのをしっかりと、まあ、対応してもらわないと困るなというふうに思ってますね。はい、はい、では、また次回も。はい、よろしくお願いします。